え、何何？叫び声？僕の両足についてるんですよね。女の人と出会うて、それから魚釣りに行かんようになったという人もおったけ。ここはちょっと定点カメラで。ちょっと何？その時の、なんていうんですか、風景が。何何今の？空気が変。はい、ということで石見畳ヶ浦、こちらにやってまいりました。こちらの場所がですね、今から僕洞窟内に入っていくんですが、その洞窟内で海流の関係で海難事故に遭った遺体が流れ着きやすい場所って言われてるらしいんですが、昔から異常なほどに海難事故や入水自殺者が多い場所みたいです。ちなみになんですが、あの義母愛子さんが恐れて入れなかった場所としても有名です。この場所では心霊写真がよく撮れる。たくさんの子供の声や笑い声が聞こえてくる。トンネル内で白い女の人の霊が出ると言われているみたいです。では早速畳ヶ浦の洞窟に入っていきたいと思います。ちなみにあらかじめこちらに定点カメラをセットしています。思ったよりもこの洞窟の先のこの水の音が聞こえてきますね。あと風が強いです。まずですね、この洞窟をずっとまっすぐ進んだ場所に千畳敷が広がる海岸っていうのがあるんですけど、そこがすごい価値のあるもので天然記念物に使用されているらしくて、観光客の方が多く集まる場所としても有名なんですが、島根県では昔から心霊スポット、そう言われているみたいです。この辺りにちょっとセンサーライト置いておきましょうか。何の音？ちょっともう今のほんまに何の音やろ。え、何何？ちょっと初っ端からこれはきついて。さっきのなんかドンって音は、え？何今の？え、定点カメラで今の撮れてる？叫び声？いや、一旦ちょっと外の物音が気になって出てきたんですけど、洞窟の外におっても聞こえるぐらいのなんか声？とりあえず進むしかないですからね。ではちょっと入り口の定点カメラ用にセンサーライトを2箇所この洞窟内に置いてますので、ここはちょっと定点カメラで。ちょっと何？ここはちょっと定点カメラで。ちょっと何？
ちゃ不安なんですよね。ここに来たことあるからこそ、どこに水が流れ着いてるかっていうのを知ってるんで、そういう意味でも一人で来るのはすごい不安でした。ここですね。この場所が2つ穴が開いてると思うんですけど、もともとはここしっかり壁があったんですけど、この海の海水が壁にバン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 当たって、できた穴なんですね。なのでこの場所に、水が入ってくるっていうことは、ここに流れ着くってそういうことですよね。とりあえずは一番の不安要素はこれで大丈夫そうです。この辺りを見てもらったらすごい、おー、びっくりした。何何、ちょっとマジで怖い。こんな感じで、浮きとかペットボトルで、奥の方に行ったらいろんなものがここに流れ着いてるんですよね。で今の時間帯はこのぐらいの水かさなんですけど、時間帯によってはすごい上まで、この水が上がってくるわけですね。でこの畳ヶ浦といえば西の河原っていうふうにも言われてるんですね。西の河原ってよく耳にすると思うんですが、これは亡くなった方が三途の川に行くのは皆さんもご存知だと思います。その三途の川の岸辺に積み上げられた石の塔のことを言うみたいなんですね。先に亡くなった子供は西の河原で石の塔を積み上げないと天国に行けないって言われてるんですが、その積み上げられてる途中の塔を鬼が現れて壊し続けて、いつまで経ってもその子供は天国に行けない、そう言われてるんですね。この話は親より先に死ぬことは最大の親不幸って考えられてるからなんですけど、それを成仏するために観音菩薩さんがいるみたいです。で以前福島の西の河原にも、行かせてもらったんですけど、ここも同じ西の河原です。少し失礼します。こんな感じで観音菩薩さんとか、そこにたくさんの石仏が並んでますね。先目指しますか。本当はこっちなんですけど、ここにも侵入禁止の洞窟があるんですよね。なぜこっちはいけないんですかね。もしかしたらこっち側で頻繁に遺体が上がるんですかね。単純に危ないだけなのか。進みますか。水がバシャバシャって壁に打ち付けられるじゃないですか。その音がもうすごい、ペタペタって歩いてるような音に聞こえちゃったりするんですよ。すごい敏感になっちゃうな。これのことですね。洗浄時期。そっか。ここもだから崖があるのか。一つ目の不安要素じゃまだ残ってるってことね。この鳥の声でさえすごいちょっとビクッとなっちゃいますね。到着しました。もうすごい体がもう硬直しちゃってますね。やっぱり一人でこういう崖とかこの海辺っていうのはあんまり来ちゃいけないですね。
あ、でもここは階段だよ。こんな感じですね。すごい綺麗ですね。いやでもこの場所ってあかんわあかんわ。ここも流れ着く場所ですね。今現在地がここなんですが、洞窟もそうなんですが、ここら辺一帯も全て流れ着く場所って言われてるところですね。前回この場所に来た時も結構なんかいろんな声が聞こえたりとか、まあ、実際動画にもいくつか声が混ざってた、そんな印象です。ちょっとまず人いるかどうか確認していいですか。いないですね。 OK です。ちょっと浜辺の方も行きましょう。これ多分今の時間やから入れる場所で、普段はここにも水が来てるってことですよね。すごいなこの崖。そりゃ観光地にもなるわけですね。GoPro やから見えづらい。あ、もうこの辺から見れてる。ほら、この辺りも全部これ海水で、ここからずっともう繋がってるんですよ。ここに結構釣りとかで来る方いそうですよね。ただ思った以上にこの洞窟を抜けたこっち側、こっち側は結構ちょっと余裕を持って撮影できますね。やっぱり圧倒的にあの洞窟の方がやばいんでしょうか。登りますか。初めに比べてだいぶ雰囲気が落ち着いた感じですね。まさかあのこの時間に人がいるなんて思ってなかったんで、うん、そう、ここの漁師さんですか。そうです。あのここの畳ヶ浦についてちょっとお話聞かせてもらってもいいですか。うん、あ、ありがとうございます。なんか木を掘ったこういうぐらいな、はい、地蔵さんいうのかな、はい、木で作った、はい、それは流れ着いたのはそこに流れ着いたのは木の。ああ。そういうあの木彫りのものが一度この洞窟内には、流れてきた、流れ着いたということはあったけど、あの畳にいて、はい、歩いとったらあの、まあ、女の人が歩いてきたとかいうのはよく聞きよった。あ、昔からですか。うん、そういうのはやっぱり結構、うん、あった、あるんです。そういうのはね、あんまりだから夜になるとこの洞窟に近づいちゃいけないとか、昔からなんかそういうなんか、うん、いけんいうことはないけど、まあ女の人と出会うて、それから魚釣りに行かんようになったいう人もおったっけ。あ、その周りの方で、うん、昔ね、何人かそういう体験をされてるんですかね。あったかもしれない。そう、まあ一人二人なんか聞くことがあったけど、はいはいはい、わかりました。すいません、お忙しいのにありがとうございました。いえいえいえ、すいません、ありがとうございます。ではですね、再びちょっとトンネルの奥まで、進みたいと思います。でちょっとあの定点カメラ用に、カメラ1台持ってきたんで、奥の畳の方で
まあ、センサーライトと定点カメラをあらかじめ置いておきましょう。ただ今一旦機材を取りに行った時にですね、たまたま、漁師さんが戻ってこられてちょっとお話聞かせてもらったんですね。そしたら奥の畳の方に釣りに行ってた友人が女性とすれ違って、まあ、後ほど確認したらそこには女性がいなかったっていう、まあ、そういう話を友達2人から聞いたっていう話だったんですね。なので少し、それが気になりますんで一旦向こうの方でも検証の方してみましょう。この辺りで検証していきます。ではスピリットボックス検証を置いていきます。こんばんは。どなたかいらっしゃいますか？もしいたらお返事いただけますか？いらっしゃいませんか？少し歩きますんで近くを通った時話しかけていただいてもいいですか？スピリットボックスの反応はなさそうですね。ちょっとこの辺りでも写真を何枚か撮っていきたいなと思います。ではこちらの定点カメラを置いていきます。なんかめっちゃここに来て初めてめっちゃ人の気配したんですけど、めっちゃ普通に人が立ってるような感じがしたというか、釣りしに来てるけどやっぱで割とこの時間でも漁師さんとかって釣りに来るみたいなんですよね。まあなんかここ通るときに人とすれ違ったなっていうぐらい、あれ人おったっけなっていうような感覚になったというか、いたとしても船ですもんね。さっきの船もそうでしたから。なんか今この洞窟に入っていくときに、まあ、定点カメラに向かってここに定点カメラ置いときますねみたいなことを言ったんですけど、その時のなんていうんですか、風景が、うん、今の空気が変、なんかどこに向かって話してるのか分からへんようになった。どっち？今ガサガサ聞こえた方どっち？いやこれはもうトンネルの構造だと思うんですけど、めっちゃここ気持ち悪いんですけど、もう一気に空間が変わる瞬間というか、ここまでは普通に頭痛、立ちくらみそう。今の現象はめちゃくちゃ気持ち悪いです。ちょっと一旦整理しますね。さっきこのトンネルに入ろうかなと思った時に、まあ、定点カメラで話しかけてる自分を思い出したんですよね。でその時の映像に男の人がおったんじゃないかっていうなんか謎の映像が頭に浮かんだんですよ。で今の何やろうと思って普通に気になって振り返ろうとした時に視界に人が立ってるように見えたんですね。ただそこまでは普通に考えすぎなんですよ。
で一旦カメラの方に戻って説明しようと思ってまたこのトンネルの中に入ろうとした時に、自分がカメラに向かって話しかけてるんですけど、カメラに向かって話しかけてる時ってすごい集中できるんですよね。ただ一瞬本当に集中できない瞬間があったんですよ。めっちゃ説明しづらい、なんか全く別の空間に来たような、一瞬本当にそんな感じしたんですよ。その感覚が気持ち悪すぎて、すごい立ちくらみみたいになりましたね。ほんまにこのトンネルに入る瞬間ぐらい。ではこの洞窟内もちょっと写真撮っていきますね。今回全然オーブとか映ってないんですけど、その中でオーブが映った写真が1枚あったんですが、両方ともそのオーブが僕の両足についてるんですよね。さっきのちょっと空間がおかしかったって言ってたところあたりから少しちょっと気分が悪いんで、一旦ちょっと車で休みたいと思います。定点カメラもとりあえずは2箇所に置いてるんで、これで検証はできてると思うんで、車でちょっと休みます。はい、ということで、検証の方を終えました。まあ、検証が終えたっていうよりも、まあ、途中でダウンしたというか、まあ、ここに着いてからですね、本当に初め、まあ、体調すごい良かったんですよね。で合計まあ3時間ぐらいは何やかんやで、まあ、撮影の方をしてたんですが、まあ、本当に、いきなりですね、もうフラッとして、そこからまあしばらく休憩はしたんですが、まあ、結局今もちょっと、まあ、ダメージが残ってるような感じなんですね。で畳ヶ浦自体はその怖さとかはそんなめちゃくちゃ怖いかって言われたらそんな場所ではないような気がします。っていうのも、まあそれこそ初めついてこの入り口からあの真ん中のあの流れついてくるあの洞窟の中ですよね。あそことかに関してはすごい違和感ありましたし、まあ、ずっとおったらあかん場所やなっていうのは、すごい伝わってくるような場所。ただそれより奥のあのそれこそあの畳の場所ですよね。あの辺りとかに関しては正直あの全然あの違和感っていうものを感じなかったんですよ。ただやっぱり検証はしといた方がいいなって思いまして、まあ一回その定点カメラを置くがてら一番奥まで行って、まあ、スピリットボックスをやったりとかいろいろしてたんですが、やっぱり前半行った時と変わらず特にその違和感っていうものを感じなかったんですね。ただそこから洞窟の方に入っていこうと思った時に、あの一瞬なんか人がいるようなそういう感覚になったんですよ。でその説明をしようと思って一旦その定点カメラの方に戻って、この辺でああやこうやみたいな話をして、そこからこの洞窟内にもう一回入っていこうかなと思った時に、いきなりなんか本当に空間が変わった瞬間があったんですよね。その瞬間にもういきなりなんて言うんですかね、このフラッとしたというか、もうめちゃくちゃ頭が痛くなった瞬間があったんですよ。本当はあの一番ね、あの真ん中のあの洞窟内でもう少し検証したかったんですが、ちょっとあまり長いしすぎて、なおかつ今日一人なんで万が一のことを考えて、ちょっとこれ以上続けるのはちょっと厳しいかなっていうふうに判断しました。
ちょっと物足りないような動画になってしまってるかもしれないんですが、そこはちょっと申し訳なかったです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。ここに来て初めてめっちゃ人の気配してます。その時のなんていうんですか、風景の何もいいもの、空気が変。ここまでは普通に頭が立ちくらみですわ。オーブが写った写真が1枚あったんですが、両方ともそのオーブが僕の両足についてるんですよね。ここのこと？俺これ知ってんねんけど。神様マジでもうおるんやろなっていう気がするもん。一つ目の地蔵さんも早速頭ないねんけど。いろんなところに壁を削って掘ってんのかな。うわ。何？37名の方がここで拷問されて亡くなってるみたいです。ここまでなんか立派な場所見んのは初めてかも。